こんにちは。ブロガーで作家のハーチューです。最近 YouTube と Voicy が楽しくてしょうがないです。いつもいいねだったりコメントだったりありがとうございます。励みになってます。今日は最近お金の不安がなくなったっていうのをお話ししようと思います。まあ、なくなったって言ったらちょっと大げさな表現かもしれないですけど、前より気楽になりましたね。そして、まあ、これはコロナがきっかけなんですよね。もちろんそのコロナで経済的なダメージを受けてないわけではなくて、もうこれを聞いてくれてる人の中にも多かれ少なかれみんなダメージを受けてて無傷だった人なんていないと思うんですよ。で、私の場合だったら、まあね、イベント業とかライブとかする人よりはもちろん全然ダメージ受けてなくて、もっと大きいダメージ受けてる人たくさんいると思うんですけど、まあ私の場合は、最近ね、4月に出版した本の売り上げがやっぱりもう全然いつもに比べて全然いかなくって、書店がずっと閉まってたし、やっぱ相手からも多分そこまで客足が戻ってないのかな。まあ売り上げの詳しいことまでは私は分からないんですけど、やっぱり本の売り上げが全然ねいかなかった。これはやっぱ辛いですね。本ってもう1年とかかけて準備するので、初速って言って発売直後のもう部数が良くなかったら結構ね売るの難しくなっちゃうんですよね。だからそれが一番やっぱ辛かったかな、精神的には。であとは、まあ、今年決まってたイベントはね多分全部なくなりましたね。その中にはその学生さんの前でお話しするような貴重かつ楽しみにしてたイベントもいくつかあったので、もうそれもすごい残念ですね。まあ、他にもいろんなお仕事がコロナの影響でなくなりました。まあね、みんな一緒だからそんな嘆いても仕方ないと思うんですけど、まあ、コロナで気づいたこともあって、私外に出なかったらお金使わないんだなって思ったんです。なんか同じこと思った人他にもいるんじゃないかなって思うんですけど、コロナでのね外出自粛期間中は積極的に外食支援のためにテイクアウトを買ったり Uber Eats を使ったりしてたんですよね。あと本とかお花とかおうち時間の充実アイテムを休業しているお店のオンラインショップからいろいろ買ったんですよ。もう応援だと思っていつもよりネットショッピング多めにしてたんですけど、それでもねお金を思ったより使ってなかったんですよ。でクレジットカードの請求額が最近来てめっちゃ少なくて安っと思って、でね私考えてみたら多分いつも移動費とあとまあ外食のまあ飲食費用と友達付き合いのお金が高くついてたんだなっていうのが分かったんですよね。まああと外に出なかったからお洋服とか春服も買わなかったし、イベント用にねいつもお洋服を購入してるんですけどそれも買わなかったし、コスメも減るの遅いからそういうのも全部影響して安かったっていうのはあるんですけど、まあでも、稼ぐ額は減ったけど私一人生きていくのは、まあ、最低これぐらいあったら足りちゃうんだなっていうのが明確にもう分かったんですよね。でもちろん私は今母親の生活費とか家賃とかも出してるので、ね、そういうお金もあるし、まあ、旦那とも家賃半々、まあ、大体半分ちょっと旦那の方が多く使ってるスペースが多いので旦那の方がちょっと多く払ってはいるんですけど、家賃大体半分にしてるから家賃はしっかり払わなくちゃいけないし、家賃が一番高いんですけど、まあその家賃もねもし私が払えなくなったら家賃の安いところに引っ越せばいいんだよねって、コロナのおかげで思えたんですよね。まあ、今はやっぱ利便性を重視してすぐにどこにでも出かけられるように便利な都会の都心のマンションに住んでこの生活すっごい気に入ってるけど、まあ、リモートワークがこれからね増えたり、その打ち合わせが家の中でもできるようになったら、まあ、住む場所が変わったとしてもものすごい不便っていうことにはならないと思うんですよね。それでなんかだいたいこれぐらいの金額があれば私幸せに暮らせるんだなっていう、自分の幸せがいくらで成り立つかの最小限の金額が分かったら、まあ、最悪これだけ稼げば私大丈夫なんだって思って、それが結構心の安定につながりました。まあ、それでふと気づいたのは、具体的な想像ができると怖いものがなくなるとか不安が薄れるっていうことですね。底値でいくらで自分の幸せが成り立つかを考えると、お金がたくさんなくても生きていけるなって本当の意味で思えて、割と気楽というか、稼がなくちゃダメだっていうプレッシャーからは
割と解放される気がします。たまたまコロナで交友関係がね全部なくなったからそういう体験ができたけど、この最低いくらで自分の幸せが成り立つかっていうのをみんな知っておけば結構楽になるかもしれないですね。もちろんそれって本当に最低限のお金で、じゃあそこから病気になったらとか何かの事情で働けなくなったらとか、まあ、これからね子供が成長するに従っていろんなお金が出ていくと思うので、お金は頑張って稼ごうとは思うんですけど、ただその自分の心の安定剤としてこれだけ稼げば大丈夫だからっていう明確な金額を知れたのはすごく良かったなというふうに思います。だからね、もし自分が幸せに生活するのにいくら必要かっていうことを計算したことがない人がいたら、この動画をきっかけに計算してみてもらうといいかもしれません。今日はそんな小さい気づきの共有でした。ではではまた。